おい、何してんだよ。やばいやばいやばい。いや。おい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 。いや、危ない。おー、セビージャ。何してんの、セビージャ。あんなところで取られるからいかないんだよ、セビージャ。いや、ひどいな、カウンター。さあ、フェルトマン。やばい。いやー、ナイスキーパー。わー、危ねー。危ねー。マジか。ナイスセービングだ。おー、ノイアー頑張ってくれてるんだから、頼むよ、フィールド陣。なんでグリーズマンに蹴らせるんだろうね。やばいって。オーケー。いやー、強いな。いやー、クリア。オーケー。よっしゃ。行こうか。オーケー。カストロ。よっしゃ、いいね、カストロ。よし。いや。オーケー。来た。オースカー。よし。いいね。フェルトマン。オーケー。ロナウド。惜しい。交代。ああ、惜しかったね。ルベン・カストロ、意外と体力あるね。どうしよう。ザパタ入れたいんだけどな。パケタ。イリチッチがダメなんだよな。ってなると、もうメッシしかいなくなってくる。メッシ。センターフォワードで。ちょっとザパタ今回も出せないけど。いや、ここオスカーにすればいいか。これでいこう。で、ザパタも入れていく。これで。よし。よう。取れた。OK。よっしゃ。オースカー？ OK。来た。カーソル。うわー。イエース、ナイスバランス。OK、行こう。OK、オースカー。なかなかボールが出ないね。ボールが出ませんな。よっしゃ、ナイスディフェンス。いいよ。ロングの方がいいんじゃない。よっしゃ、ナイス。カウンター。よし。いけ。よっしゃ。ザパタ。いいね、パケタ。うわー、惜しい。おお、オンゴール？イエーイ！ははー！ざまあ、見やがれ！やったー！ いやー、いいねー、いいですねー、今のは。なんでそっちにパスした？いやー、意味わかんないプレーでしたね、これは。いやー、これがあるってことは、俺らのチームももしかしたらあるかもしれないが、気をつけないよね。いや、今のは面白すぎる。いや、でもちゃんとね、自分たちで点決めたいよね。いや、このチーム確かに強いんだけど、オフェンス陣がね、非常に。
だけど、いやーこれねどうしたらよかったんだろうね。 OK ナイス、もうここから上げていこう、どんどん取りに、でもうガンガン攻めていく。よし、もう残り5分しかないよ、ガンガン攻めて。 OK、 オースカー、オースカー、いけ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 、入れた、イエース、逆転ゴール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 、ザパタの競り合いが良かったね。そこから2列目からの飛び出しで独断突破で逆転、いや素晴らしすぎる、いやーいいね、爽快だねいやーもうああいうオンゴール、たった1点のあのオンゴールでねこうなっちゃうんですよ。いやー見逃しませんよ、ブレイクギャラクシーは崩しますよ。うん、銀河をも崩す。さあまだまだ攻めていこう、もうどんどん攻めていっていいよ、もうここはもう変えない。よし、行っちゃって行っちゃって、よっしゃー、いやーギリ危なかった。まあでも初失点をしてしまいましたね。まあこのチームは強かったですね、オフェンス系が強かった、全然ボールも支配できなかったし、多分もっとガンガン攻めていいんだろうけどね。はい、それではハイライトを見ていきましょう。いやーこれがね1失点したんですよね。メッシが109の総合値を持っててね、すごい強かった。まあ惜しかったね、キーパーも触ったんだけどって感じ でこれも危なかったね。いやもうナイスセーブばっかだったノイアーの、これもコースはすごい良かったんだけどね、なんとか止めましたよ。してこれもさ、もうノイアーのもうスーパーセーブ連発ですよ。いやーこれがノイアーですかね。でこれはなんか特になかった、これねいやーこれもう面白すぎだろ、もう何回見ても面白いいや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 はい、でこれがねもうカウンターですよ。いやー素晴らしかった、2列目からの飛び出しが、ザパタでかいよねやっぱ、もうザパタに照らしといたらいいよね、おとりだよ、ザパタと行くと見せかけて2列目っていうね。いやー素晴らしいですね。いやはい、じゃあ、マッチレポートを振り返っていきましょう。はい、スパゲタもね結構うまいね、バークリー、オッケー、いいよ、いいね、試合に育つっていいよね、いや強いわ。あーバカ横、バカ横なんで落ちてんの、早くない、なんでバカ横落ちてんの。早すぎでしょ、バカ横が落ちるの。はい、なんと今1位を保ってますよ。ただリバプールが上がってきてると、まあでも今全部どのチームも負けしてて、負けてて、僕たちのチームだけがですねまだ未だに4試合の中で負けてないと。ただ、リバプールは1負けで抑えてるチームなんですけど、まあ引き分けも1回あるんで、まあ、多分これもね勝てるチームなんじゃないかなと思います。まあ負けの回数でね、だいたい相手のレベルが行くしかないのかなと、最初なんでね。はい、そして、ね、まあいい感じですよ、ゴールアシストランキングで、どんな感じ、
リバプール 2-1 ね、バスコネットに勝ってる。ああ、まあね。で、ユーベル FC が 2-2 で引き分けたスマイルキティ。じゃあ、スマイルキティも同等ぐらいのレベルってことだね。で、まだ未だにわからないのは、刀とベシクタッシュがちょっとわかんないね。で、ブラックナイトと、まあ、この辺はちょっとわかんないね。まあ、そんな感じですかね。まあ、リバプールのがやっぱ格上なのか。バスコネットに 2-1 っていうことは。よしよしよし。よし。いいね。はい。ということで、まあ今回はね、ここまでなんですけど、次回は4週目、第5節、刀894とやっていきますんで、次回の動画もお楽しみに。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイチャラ。